はい、こんにちは。今日はですね、自宅でできる初心者向けトレーニングメニューということでね、とりあえず夏までにね、絞ってかっこいい体作りたいんだけど、まず何からやっていいかわからないっていう人向けのね、トレーニングメニューと、まあ、ルーティンの動画になります。はい。それでまずね、週にどれぐらいやればよいかっていうね、ことなんですけれども、効率よくね、筋肉を肥大化させていくためには、週に2回程度ですね。週に2回程度、10セット以上ね、こなしやるといいというふうにね、今言われてますので、1週間でね、10セットから15セットぐらいの間でね、メニューを組むようにしたいと思います。で、かたやですね、まあ、1日のトレーニングにおいて、1部位に対してね、10セット以上やっても、あまりまあもう効果はね、見られないというね、話も今はありますので、そこまでね、量は増やさない。1日に対するトレーニング量は、それほど多くはやらないという形で、あくまでも週に2回程度で、高頻度でね、刺激していくっていうね、やり方でやっていきます。はい。で、それでやるとですね、まあ、1日のトレーニング時間もね、非常に短くと済みますので、まあ、大体1日30分ぐらいですかね、約30分ぐらいのトレーニングで、メニューを組んでいくような形でしたいと思います。で、このルールに従って、メニューを組むとですね、この画面の通りになるんですけど、週4回ぐらいのね、トレーニングの頻度でね、やっていきたいと思っています。で、週4回やるんですけれど、部位は結構ね、変えて、1部位に対してはね、そんなにこう、セット数をね、多くしないという形でね、やっていきたいと思います。で、今回はあくまでも、まあ、夏の見栄えボディということですので、上半身、のみを、ターゲットにしたメニューにしています。これルーティーンがね、今書かれてるんですけれども、初日はね、胸と腕をやって、2日目は休んで、3日目は背中と肩をやって、で、4日目は休んで、5日目は胸と腕をやって、6日目は休んで、7日目は背中と肩をやるような形で、トレーニングやって1日休んで、トレーニングやって1日休んでというね、そういうサイクルでね、ちょっとメニューを組んでいます。そうですね。まあ、疲労も溜まりにくいのでね、力もね、トレーニングごとでね、しっかり発揮できるのではないかなというふうにね、思います。はい。それではね、そのトレーニングのね、メニュー例っていうのをね、今から、流したいと思います。